はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もうすでに目の前にあります、フィギュアーズゼロ。はい、こちらのね、スーパーサイヤ人孫悟空、クリリンのことかの場面。はい、あちらのね、まあジオラマ付きフィギュアなんですかね。はい、それがね、本日届きましたんで、それをね、開封してご紹介していこうと思います。はい、では早速ね、段ボールから取り出して箱の状態見ていきましょう。はい、箱の状態ですね、これです。はい、超激戦エクストラバトル、はい、そのシリーズですね。ではね、一応ね、この状態で台座をね、回転させてみたいと思います。はい、まあ、一回りね、見ましたが、まあ、箱の状態はね、箱の状態というかね、箱のデザインはね、まあ、至ってまあシンプルな感じですかね。はい、まあ、肝心なのはね、中身ですよね。結構このシリーズはね、当たり外れが激しいんでね今回はどうでしょうかね。早速、まあ、ブリスターの状態からね、見ていきましょうか。はい、はい、ブリスターはね、こんな感じですね。まあ、そのまんま入ってる感じですかね。はい、まあ、とりあえずね、一周回しましょうか。はい、はい、といった感じですね。まあ、なんてことないんでね、はい、まあ、ブリスターから開けてね、詳細を見ていきましょう。はい、ではね、早速本体を見ていきましょう。こちら、バーン。はい、いやー、これはどうですかね。まあね、こう見てて、まあ台座がジオラマチックにね、こうやって配置されてますがね、一貫性このね、人参っぽいの人参スティックみたいな、これでなんかね、安っちんだよね、作りが。なんだろうな、のっぺりした感じなんだよね。特に陰影もなく、これがちょっと安っちいな。マットエフェクトはね、後ろの木がね、放出してる感じのエフェクトなんですけれども、こちらはクリアでね、グラデーションのように、はい、先に行くに従って濃くなってる感じで表現されてますね。はい、それはいいですね。はい、でこれ岩が飛び散ってる感じ、でまあ裏を見るとね、はい、こんな感じなんですけれども、やっぱりここでもね、人参がね、人参スティックがね、すごい気になるんですよね。なんだろうな、もう少し表現の仕方があったんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ色だけでもちょっとね、変えてほしかったかな。なんかちょっとそこが残念だな。まあ、このね、ナメック星の大地はね、よく再現されてると思います。はい、大地とかね、この波の感じ、ここら辺とかはね、ほんとよくできてると思いますね。はい、ただね、ほんとこの爆発時のこのマグマか、これね、なんか違うんだよな、色的にも。ちょっと
23年かな。でまあ本体なんですけれども、まあ悟空のねブーツ、これに関してはなんかいい感じの塗装ですよね。グラデーションになってて、うん、陰影もねはっきりしてて、なんかブーツの、うん、この塗装具合はいいですね。でまあ道着に関してはね、なんかデカってる感じはあるよね。まあ光でね照らしているのもあるんですけれどもね、まあ一貫性ちょっとね、なんか成型色っぽい感じがね出ちゃってんだよな。でまあ上のね上半身、まあ筋肉もねちょっとテカリがね、まああとね最近のドラゴンボールのフィギュアに、うん、言えることなんですが、シワの造形がちょっとね多すぎないって思うよね、うん、シワのこの線シャシャーっていう筋っていうのかな、それがねちょっとね多すぎな気がするんだよな、うん、過剰に入れすぎてる感じはある、シワをね、うん、でまあ顔ですよね、肝心なのは顔、はい、まあ、口のね中の造形とかもねちゃんと作り込まれてるんでそれはいいんですけどね、いいんですけどね、はい、まあこのね場面はね、まあ、有名な場面なんで、まあ、それをね見事に再現してはいるんですけれどもね、うん、やっぱ悟空が髪の毛オールバックにするとねなんか違和感あるよね、うん、角度的にはこういう感じなのかな、で髪の毛はねちょっとメタリックですね、メタリックなのかパールが入ってるのか、うん、ちょっとキラキラしてる感じで、こうね目とかねそういうのはね、うん、ちゃんと丁寧に作られてはいますけれどもね、なんか惜しいなあ、まあ、これだったらねあのね SMSD のね、うん、悟空の方がまだ良かったかなっていう感じはあるかな、まあ、お値段的にもあっちの方が安いしね、うん、どうなんだろうな、人によってってなるね、これはね人を選ぶフィギュアですね。私的にね点数をつけるとしたら10点満点中4点、うん、やっぱ人参が気になるんだよな、この人参スティック。本当ね唯一ねベタ褒めできるところはブーツですねこれ綺麗な色合いですね、本当、うん、これはいい、はい、といった感じですね。まあ皆さんもね買われましたでしょうかね、うん、まあ、人によってはね本当最高っていう人もいるだろうしね、こればっかりはね本当人によりけりなんで、うん、まあ自分のねこの意見がね、うん、絶対ってわけでも全然ないんで、はい、まあちょっとでも気になったらね実物を手に取ってお確かめいただければなと思います、はい。ではね、最後は恒例の回転台座にてね、お別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。